さん、今日はね、県道194号線っていうのね、わし今までまだ走ったことなかったんですわ。龍神からね、行って、ハットマキ峠のね、あたりから194続いてるんですけどね、これ意外と私抜けてたんですわ。で、今日はね、龍神じゃない逆からね、こっちから龍神まで行ってね、ちょっと194号線隅々までね探検したいと思います。これ県道や、だんだん雰囲気になってきました。なかなか涼しげな雰囲気の道ですな。左下にはね、綺麗な渓流流れてますわ。ええ感じやね。見る？ちょっと。しゃあないな。これ。綺麗な渓流ですわ。おうよ、花も咲いてますね。知らず知らずのうちにわし道外れてますわ。マジか。まあ僕も通っていこうか。どうよ、どれなってんの。この滝、どうやねんな。感じやで。わあ、滝巡りしてるんちゃうんやけど、やっぱりこんなとこへ来たらな、知らん滝あるな。うっそやろ。どうよ。どうよこれ。これどうよ。うわ。わあ、綺麗やね。
けんのかい。うわー、めちゃめちゃ綺麗やで。あ、赤な、これ赤な。おれ、おい、うわー、これあかんで。けどおまん、うわー、どうよ、うわ、こらかな、ここまでですわ。きれいやで。この林道はここまでっちゅうことで戻りますわ。あんなとこに滝あったんか、見えへんだけど。うわー、すごいで。なんとまあすごいな。ここになんか家もあるで。うわぁ、なんなんやろ。うわ、簡易トイレもある。うわ、なんやろ、これちょっと降りようか。ちょっとあそこへ止めてきますわ。なんか気になるよ、あの滝も。立ち入り禁止やわな。ちゃうな。わあ、どうよこれ。うわあ、うわあ、なんか蜘蛛の巣。うわあ、うわー、何を。何これ。あ、宗教法人ユーラシブ白間の滝道場。滝道場かい。もしかして撃たれるんか。うわー、おお、うわー、みんな行くで。どうよ、綺麗やな。道場かい、ここ。こらすごいわ。滝道場かい。こんなとこにあるんやな。これはすごいわ。まあこんな感じですわ。今度こそ次行きますわ。